にちは。こんにちは。もうね、引き続きですよ。こんなレアな機会はないんで、今回またですね、菊谷さんにお付き合いいただきまして、はい、今日はですね、今日はですよ、ブリティッシュライオンズの話ではないんですよ。まぁ、ちょっとつながりの、実はですよ、前回ちょっとしどろもどろになりましたが、試合はですよ、ジャパンとエディンバラですよ。はい、マレーフィールドってやつですね、スコットランドの本拠地ですよね。本拠地ですね。なんでこれ関係あるか、実はですよ、こちら菊谷さんにね、こう貸していただいて、うちで飾ってるジャージがあるんですよ。この試合がこちらマレーフィールドで行われたんですよ、実は。うん、ですよね。 いつの何戦ですかこれ。スコットランドですね。はい、スコットランドですね。はい、このジャージ皆さん激レアじゃないですか。これ激レアなんですよ。激レア。なんでですか。なんか気づきますかね。やっぱあのスポンサーのところですか。そうですよ。はい、アウェイゲームなんですけど、いつもはね、これがですよ、これになるんですよ、はい、ローマ字、はい、こうやっぱあれですか、ヨーロッパで試合するから特別しようって感じですかね。そうです、そうですよね。これ初の試みなんですよね。へえ、はい、すごい。何でですか、この袖に書いてますね、日付がね。そうですね、2013年ですね。13年ですよ。はい、11月の遠征でしたね。すごい、これですよ。はい、マレーフィールド。しかもまさにこう北ジャージってことですよね。そうです。でも売ってないジャージですよ、はい、つまり、はい、ちょっと選択漂白がかかってないんで、うん、もうちょっとついてますよね。泥付き、これマレーフィールドの泥ってことですよね。そうですよ。マレーフィールドの泥付きジャージ、泥付きジャージです。泥付きジャージ、これね、東京店に展示してますからね。はい、100円から。え、やばい、オークション？展示オークション？オークションじゃない、オークションじゃない。そう、そういう番組、しかも安いし、じゃあ100円、いや、100円から上がってきますか。いや、これ、ね、皆さん見てる方がね、いい機会なんで、いつもはこういう普通に売ってるジャージの説明を俺はしてるじゃないですか、どんなことを、はい、ね、刺繍がどうかなって。これ、うん、せっかくなんで本物のジャージなんで見ていきたいと思うんですけど、まずですよ、これ袖のなんかカットがもう普通じゃないですよね。なんか、あ、そうなんですか。ズバンじゃないじゃないですか、うん、これズバンですよ、レプリカなんで。そう、この腕が動きやすい、はい、こうやってエグレータカットになってるんですよ。確かに ね、はい、であとさっきちょっと言ったかもしれないけど、袖にこのプリントが入っていて、はい、ジャパン対スコットランドラインスノーベンバー2013、これはもう試合の時に入ってるんですよね。そうです、試合の時です。はい、もうそのやってる時に入ってるんですよね。ここやってる時に入ってる。ということはこれ前日まで準備してるわけですよね。あと誰かがね、これプリントしてる。そうです、そうです。はい、すごくない、それすごくないです。すごい。であとですね、ちょっとあれですけど、20番なんですよね、この時は。リザーブスタート、リザーブスタートだったんだよね。はい、ということはですよ、それいつ発表されるんですか、リザーブって。まあその週の月曜日か火曜日、うん、月曜火曜、まあ、土曜日試合だったら月曜日とか、日曜日試合だったら、だから6日前ぐらいじゃないですか。そうですね、に発表されて、じゃあ菊谷君20番でと、うん、言ってからどうするんですかね、サイズとか。これ 4L じゃないですか。だって20番を違う選手が着ることもあるんですよね。まあ、体格的にそんなに違わない、違わないっていうのもありますけど、僕この時で言うとコリーと、僕とコリニアシ選手と、はい、コリニアシ選手と、なんで僕とコリーサイズ違うんで。ですよね、はい、ってことは20番があったのかな。だいたい今これ 4L なんですけど、うん、5L、4L、3L ぐらいで、20番が、はい、20番のこのプリントで、この、そうです、遠征空気は何試合ぐらい試合するんですか、海外で。だいたい3から4。3、4。だってここにスコットランド戦って書いてあると、これも使えないじゃないですか、次の試合で。もちろんです。ということは1回の遠征で1番号につき3サイズのかける4ですよね。はい、を1番号につきですよ、うん、で25番まででしたっけ、あれ4番まででしたっけ、24、4番まででしたっけ、でしたっけ。で相当な何百枚単位であるっていう話です。何百枚単位でそれ運ぶの僕らなんですよ。ね、あ、今は違うかもしれない。え、自分で運ぶんですか。いや、自分で運びますよ。あのね、もうそもそもあのジャージ入ってるバッグ、ボストンバッグが5、6個あるんで、もうこのジャージだけが入ってる。はい、ジャージだけが入ってる。で、まあもう飛行機乗るでしょ。はいはい、で、まあ一人につき一つにも協会バッグみたいな、うんうん、すごい、下ろして入れて。それ以外の元で自分の服のカバンとかあるじゃないですか。もちろんです、スーツケースがあって、あって、で教会の持って、教会の持って置いて、でコロコロ転がしながら入れて。大変な話ですね。帰りだから荷物だいぶ減りますよ。なんで、あげちゃう、
ジャージがスーツケースに入りますから。あ、自分使うともらえるんで、こういうことです。使うとこういうことです。もう、まあ、交換してもいいですし、君のものねみたいな感じなんですね、はいはい、なんでチームバッグとしては少なくなるんです。だけど物量変わんないですよ。物量は変わんない。自分の荷物がでかくなるぐらい。自分のスーツケースがこうなるだけ。なるほどですね、はい、でもそういうのってでもやっぱりジャージやられてるスタッフの方がいるんですかね。だから結局だっていきなり例えば聞くたいんですよ、怪我しましたとか、違うバックアップ来たら、はいはい、俺 2X なんだけど、ないよみたいなこともあるんですか。ないです。それじゃあもうバックアップがあって、はい、それはすごい話ですよね。これまたいつもこういうねウェアの話してますけど、うん、本当に使う人からするとでどうなんですか。ジャージなんていうのかな、例えばですけど最近ラグビージャージ買いました。買ってない。ラグビージャージを買いたいって思うんですか。思わない。思わない。そやっぱり高校生ぐらいの時はまだ買おうっていう感じですか。いやもちろん大学生ぐらいですかね。僕大学生でセブンスの代表入ってたんで、うん、遠征行くじゃないですか、はい、でジャパンのジャージセブンスもその時ちょっとバブリーだったんで、うん、毎日ツアーもらってたんでチームとよく交換してたんですよ。大学生の時ってさすがにこのジャージ着て練習できないじゃないですか、うん、そうね、このジャージが増えていくから困ったなと思って、うん、毎試合交換したんですよ。あ、相手と、はい、で毎試合交換して、あの交換したジャージは代表ジャージなんですけど、うん、それを練習着に使ってました、大学の、はい、僕の大学時代の練習着、リアルなイングランドとかフランスとかサモアとかのジャージ、ファーストジャージを練習着に着てました。でもあセブンスか、はい、でもそうなると同じようなサイズの人見つけないといいですよね。まあ大体ね、まあまあそうですよね。僕めっちゃ細かったんだよ。あ、そうか、セブンス、そうなんですよ。皆さんね、ご存知かもしれないけど聞きたいですね、セブンス出身ですね、最初はね。そうそう、僕6年セブンスやってたんで。俺ね、これみんないつも言うからあれだけど、まさかの、まあ、友達感覚でいつもいるんですけど、俺ググっちゃったんですよ、聞くたに高し。そうしたらまさかのインターナショナルキャリアのフォワードで2番目にトライが多いって書いてあるんですよ。本当ですか。どういうことですかそれ。世界のテストマッチの試合したフォワードのオールブラックスを全部含めてるんですか。そうです。フォワードのちゃん何トライしてるんですか。その要はインターナショナルマッチでちょっと覚えてない。覚えてないぐらいしてる。そんなに多分してないと思うんですけど。これすごくないですか。これ全国の少年少女諸君見てる。少年少女トライたくさん、トライする男なんですよ。お普通に共演してますからね。そうなんですよ。すごいですよ。へえー、すごい。だからやっぱね、やっぱ聞いてみたかったのはそのやっぱそれこういうほらラグビーの話っていっぱいいろんなところで話されてると思うけど、こう細かいグッズの話しかないんですよ、うん、まさか大学時代にねそんなインターナショナルジャージ着て練習してるなんて。ちなみにそのジャージどうしちゃったんですか。もう全部あの後輩にそのまま。ということは大体大丈夫ですよね。そうです。にはもう伝統のそのインターナショナルジャージがもうないでしょ。もうないでしょ。そう、ね、そういうの結構あるんですか。やっぱあのインターナショナルに行った子が もらってきて落とす。あるんじゃないですか。まあ今となってはね、大学生もみんなお揃いのジャージ着てたりすると思いますけど、僕らそういうのなかったんで。なるほどね、はい、まあうちのね菅平とかでもやっぱ多いですよ、あのジャージ買っていく子とかが、ね、うん、だからどうでしょう、北谷選手じゃあ高校ぐらいまでですかジャージ買おうかなみたいな。そうですね、だんだんもう知らず知らずに集まるようになって。オールブラックスもそうですよね、はい、もうそれこそ僕あの2005年のニュージーランドに遠征行ってたんですけど、その時にあのこのチームがブリティッシュライオンズです、はい、オールブラックスニュージーランド遠征来て、はいはいはい、はい、その時僕ジャージ社会人2年目ですよ。買ったんですか。買いましたよ。はい、BL は買うんですね。これは買いました。さすがもちろんあれですよ、こう赤いジャージ買ったんですよね。間違えて白のセカンドジャージ。なんでそこでセカンド買うんですか。お土産と自分の分と買ってこれだと思ったわけですよね、はい、まさかのそれがそう。僕なんか2試合目か2試合目で見た時にあのテストマッチの前にジュニアオールブラックスとかそのいやそうスーパーラグビーとか試合しましたね、はい、クルセイザーズとかチーフスの時に白着てたのかな、なんか間違えちゃった。そっちの方がかっこよく思えたんですよね。間違えないでください。 BIL は赤だから、赤だから、うん、ね、はい、で今回セカンドなんか出てないですよね。セカンド BIL あのトレーニングジャージ出てるけどセカンドってなかなかないんですよね。レアじゃないですか、うん、そうだ多分その時はねアリダスだったと思うんですよ。アジダスですよね。そうあの時は要はオールブラックスもアリダスBIL もアリダスだったんで半々のジャージがあったんですよ、半分ブリティッシュなんですね、半分オールブラックスで赤黒のジャージみたいなのが発売されたんで、今回はですね、もう簡単にやんで、まあ今回もあ違う
相手がですね、うんうんうん、7なんでアシックスですからね、うん、もうバチバチの戦いってことなんで、バチバチ、いやいや本当に2回にわたってスペシャルゲスト菊谷選手来ていただき、菊谷さん来ていただきましたけど、はい、本当にいやこのジャージ本当に飾ってますんで、はい、レアな、見に来てください、はい、ぜひ本当にロゴが入ってますから。でもうあの一つ今日学んだことは、あの今の選手たちがジャージを運んでないことをちょっとみんなで祈ろうと、祈る祈る、うん、そ, うそれは誰かやろうとそこですよね。そうですね、ですね、あといっぱいいただけるんだったら、あのこれを見ているであろう現日本代表の方ね、あのうちで展示できますから、いつでもいただければ展示しますからこのように、そしてまたこちらにお呼びしますんでぜひ来ていただきたいなと。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。菊谷さんでした。はい、では